おはようございます、ゆらです。今日も一日よろしくお願いします。今日はまた下田に来てます。下田の、笠松に今日も来てます。ちょっとうねりが今日もあるんで、はい、流されないように注意します。また手元動画だけになるかもしれませんが、まあ前回釣れてるんで、まあ釣れたらいいんですけど、干潮が9時頃なんであと2時間ぐらいあるんですけど、そっちに昼過ぎから行けたらいいなとは思うんですけどね。まだガンガン来るんで、うねりがたまにでっかいのが。これが下田スタイルです。もう手荷物は少なくせんとですね、船頭さんに怒られるんで、もう今日はもう生かしばっかり。あ、これがですね、前回僕前回笠松に行った時に生かしばっかの底が破れてから水漏れしとったんですよ。でその動画を見てた知り合いの視聴者の方がですね、これ使ってないからあげるよと、もう上田君使ってよといただきました。あ、ここにマスターズって書いてあったんですけど、これ本当にもらってよかったんかなみたいな。まあ大切に使わせていただきますのでありがとうございます。ここで一日頑張ります。今日5時まで釣れたらいいんですけどね。この前が結構うねりがすごくて、昼過ぎまでしか釣れなかったんですよ。今日はもう5時ぐらいまでがっつり行きたいです。でも昼過ぎからまた風で出るんですけど、まあ干潮が4時ぐらいなんで、まあどうかなみたいな。あそこはこの前ミワちゃんと降りた徳本ですね。一人来てらっしゃいます。高浜も出荷も人が多くて、もう行くところがなくてこちらに来られたみたいです。まあとりあえず足元からもう前回と同じ場所で同じ感じでやっていきます。お願いします。とりあえず全誘導でやってみて、もう餌だけ取られてもう当たりがわからんようならまた仕掛け変えてやっていきます。流れがどんな感じなんだろう。もうこの前と比べると結構上まで来てますね。 あっちからこうか。今日は船頭さんなんかめっちゃ優しかったです。餌が取られるっすね。当たりがわからん。船頭さんも今日は難しいって言ったですもんね。今日は難しかよみたいな。一発目は何でしょうか。小さいです。小さい。あ、でもお腹でしたね。お腹でした。一発目サイズアップかな。お、サイズアップ。よいしょ。サイズアップしました。しゃあ。そろそろ満潮です。そろそろというか、あと15分、20分で9時ですかね。船長が優しいんすよ。今多分 見回りに来ましたもんね。なんだかんだで優しいんすよ。このままだとギリギリ持ちこたえれそうですけどね。まあ足元はびちゃびちゃですけど、
手代わりになりました。なんか満潮前後は結構うねりが取れないらしいんで、満潮前後はなんか危険みたいなんで、なんか内側に手代わりになりました。いやー、先生優しいんすよ。今日優しいんすよ、なんか。怖くないですか？またちょっと頑張ってみます。これなんか内側の内側に来ました。あそこから移動してきたんですよ。なんか内側の方です。当たりが取れなさすぎです。餌が毎回なくなって帰ってくるんですよね。あー、むずい。やっぱお腹が1枚だけ来ましたけど、むずいわ。なんだろう、餌だけ取られるっていうこの怪奇現象が、釣れないですね。全く釣れないですね。やばいな。それよりも笠松に誰かいそうなんですよね。なんかいますよね。やっぱいますよね。おるおる。これなんで僕はこっちに来たんだろう。なんすかね。笠松はダメってことですかね。どういうこと？なんか船が来てるんですよ。ていうか今めっちゃでかいのバラしました。全誘導に変えて今じわっとなじませてるんですけどね。ていうかなんすかね、偵察っすかね。今のはなんか持っていったと思うあたりでしたけど、さっきのは持って行ってもう浮きが見えなくなった時に来たんですよ、畑まで。もうだいぶ入ったけん、今仕込んできた。おー、今度は荒らさないように。さっきはせずれだったですもんね。せずれ、よし、黒だ。よし、よし、ナイス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 サイズ。船頭さん、今の一匹見届けて帰っていきおるっす。どっかでなんかかぶりに行きたかったな。今12時ぐらいですね。潮の流れが変わりました。今足元からこう流れてます。さっきまでこうだったんですけど、ね、今こうなってるんで、もう今浮きも山釣り浮きに変えて、もう足元から流してます。難しい難しい難しい&
お腹がめっちゃいます。3回切られたんですけど、お腹がすごい。もう西なんで風が出てくる頃ですね。なんとかですね、数はなんとか釣れてるんですけど、お腹がほとんどですね。よしよし、夕まずめ頑張りますよ。今さらしの先を今狙ってます。またこっち流れに戻ったんで、これはなんか口太の予感がする。根があるんですよね。怖え、そこ。ほんと怖い。サイズがですね、そんなに大きいんですよ。そんなの大きい。そして救えない。久々、めっちゃ久々。これはまあまあある。これは今までで一番の重量感だ。これはちょっと大きいと思います。ちょっと根はあるんですよね。確実に。よいしょ。これは多分今日1番か2番ですね。そろそろ片付けます。もう4時なんで、4時なんでもう農館です。農館にしましょう。これで、はい、今日の釣果です。まあまあ釣れました。12、3枚だったです。さあ、ダッシュで帰ろう。ご視聴ありがとうございました。